FM ギヌワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだはいいが、なかなか寝つけず、このラジオを聞いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聞いているメンヘラさん、私たち2人が疑問、質問、お悩み相談、何でも受け付けます。健太さんの広く浅い知識と、夏実のその場の思いつきで、いろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を、夏実さん、はい、メンヘラ103@gmail.com、 ローマ字でメンヘラ、数字で103@gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、ではメンヘラ城第18回の放送となりました。はい、はい、収録日はですね、1月16日月曜日となっております。はい、はい、今までね、火曜日の収録だったんですけれども、まあ、私事で恐縮なんですけれども、先週もお話ししたかな、もしかして終わり際に、うん、どうだったかな。1月からね、お世話になっている地域、活動支援センターハピワンの方で、はい、ちょっとまあ短期ではあるんですけれども、うん、スタッフというかアルバイトとして、うん、ハピアのお手伝いを僕がやることになりまして、はい、これがね、朝からも夜までそう、ね、バッと、まあ、フルで入ってるんで、うん、今まで通り火曜日のお昼頃にやってた収録が、うん、できなくなったということで、ちょっと FM ギノワンさんと相談しまして、うん、ちょっと曜日を変えて夜収録するように、うん、そう、夜、今日初の夜、そうそうそう、だからまさしく本当にちゃんとこんばんはなんだよね。うん、こんばんはなんだよ、うん、でクリームパンラジオでわからないことやられるんだよ、ね、あ、ごめんなさいごめんなさいYouTube 見てる人しかわからないあ、ごめんなさい、うん、で、今までね、昼、お昼ね、明るい時間帯に歩いてこっちまで来てたわけだけど、夏実さんがね、うん、明るさとかにちょっとダメージを食らうタイプの病気なんでなんか、うん、ダメージを食らう病気ね、うん、ちょっと明るいのが苦手だからね。苦手。今日夜歩いてきたわけですけれども、どうでしたか。涼しい。涼しかった。涼しいというか、今日気温なんか比較的寒くなってるよね、うん、ちょっと暖かくなってきたなって思ってたら、またね、なんかぐんと日本全国的にちょっと寒波が来てるみたいで、そうそうそう、はい、ちょっと寒くなってるんですけれども、はい、はい、皆さんも風邪はひかれないようにね、まあ、ひかないように気をつけてください。はい、では本日も、短い時間ですが、お付き合いなどよろしくお願いいたします。メンヘラトーク。はい、このコーナーはタイトルそのまま、はい、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。メッセージもどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、では本日のトークテーマが早速いきましょう。はい、本日のトークテーマは、私の苦手なこと、得意なこと。はい、はい、ということで、いくつか、うん、メッセージもいただいてますんですけれども、いくつかお便りいただいております。まあね、僕ら一応精神疾患を、まあ僕がね、診断を受けたのは4年5年ぐらい前なんですけれども、はい、人によってはね、うん、まあちっちゃい頃から、うん、生まれつきというかさ、うん、学校とか通ってる中で、うん、勉強やっぱ苦手だなとかもあるし、うん、うん、
食べるものね、野菜これが苦手だなとかもあるでしょうし、うん、得意なことがね、あの文系とかさ、体育会系とかでまた得意なことも変わってくるだろうし、そうね、得意不得意あるね、みんなね、うんうん、あのさっき話したように、症状が、まあ、発病してから、うん、あれやっぱこれ自分あの急に苦手になったかもとかももしかしたらあるかもしれないし、うんうん、だからみんなそれぞれね、どんな、苦手なこと得意なことがあるのかちょっと聞いてみたいなっていうところでこのトークテーマにしたんですけれども、うん、はい、まずは僕の方から届いたメッセージ紹介させていただきます。はい、はい、ラジオネーム夢をつかぽんさん、お、つかぽんさんありがとうございます。はい、苦手なこと、掃除、草刈り、畑仕事、DIY、うん、年末の大掃除とか、うん、シーミーの墓の掃除、お墓の掃除とかが大変です。うん、仕事柄デジタルなことばかりなんで、うん、こういう当たり前のことが苦手だったりするんです。週末息子さんと DIY なんかしてるお父さんとか憧れます、そのことです。うん、確かに DIY 憧れるね、憧れはするね。うん、どう、なっちゃんは、でもなっちゃんは割とさ、お家にある、うん、今使ってる椅子とか、うん、なんか色塗ったりしたの、なっちゃん自分でやったっつってた。うん、やったやった、ペンキでやった。うん、なんかなっちゃんのね、お兄ちゃん、うん、うん、2番目のねお兄ちゃんが、うん、中村家の次男がすごく DIY とかしてるよね。そうね、お兄ちゃん結構得意だって言ってた。得意みたいだね。うん、うんうんうん。でなんかお父さんもね、お家に工具とか置いてなかった。そう、置いてる置いてる。お父さんに手伝ってもらいながら家の椅子とかは色変えたりとか。あ、そうなんだね。うん、したの。かわいいね。ちょっと、うん、ミントグリーンと、ミントグリーンか、うん。ミントグリーンとピンクの、ピンクじゃない、クリームか。クリーム。うん、クリーム色の。アイボリー色みたいな。アイボリーのね、うん、椅子があるんですけども、それを使ってご飯食べてます。でうちはね、おじいちゃんがね、うん、大工やってたんで、うん、割と工具とか、使って、うん、いろいろ、親父もおじいちゃんもなんかいろいろ作ってくれたっていう、うん、得意だったの。うんうん、俺もその血が流れてるからね、大工の血が。ほんと、うん、なんか持たせたらいろいろ作るかもよ。ほんと、じゃあこれ角材持たせようかないや、角材持たせたら叩くよって言おうとしたけど角材でぶん殴ろうかなと思ったけど、叩かれる危険ですからね、はい、嫌です。はい、では夏美さんの方にいただいたメッセージをお願いします。はい、きます。ラジオネームピノコさん、はい、ピノコさんありがとうございます。はい、苦手なことは時間の約束をすること、お、得意なことは断捨離かなっていうことです。時間の約束、時間の約束、うちなタイムしちゃうってこと。ああ、そうなのかもしれないね。ついついのんびりしちゃって、うん、約束の時間に起きたとかかな。そうかなで、なんか結構遅れがちなのかな。そうなのかもしれないね、うちなタイムなのかな。うんうんうん、得意なことは断捨離だって。へえ、それはそれでいいね、断捨離。俺は捨てられないタイプだからさ、結構。うん。うん、なんか昔着てた洋服がちょっと着れなくなったけど、うん、いつか多分痩せるだろうっていうさ、淡い期待のもと残してたりしちゃうし、うん、残しちゃう。私も残しがち。うん、うんうんうん。結構長いことなんていうの、着てる洋服とかも逆であったりもするし。うん。うん、断捨離はちょっと、ね、断捨離ちょっと、あ、でもこの前やったよね、一回ね、なんとかね、なんとかやったよね、うん、特に俺は、昨年の5月に、うん、那覇から天満、宜野湾市に引っ越してきたわけだけど、うん、その時にね一生懸命やりました、うん、断捨離頑張って、うんうんうん、苦手なりに、はい、うん、苦手なりに時間の約束を、うん、約束をすること、苦手な、頑張ってくださいピノコさんどんなまとめを下手くそか雑なすいません。じゃあ次のラジオネーム、はい、はい、マスクマンさんから、はい、マスクマンさんありがとうございます、はい、得意なことは、うん、絵を描く、音楽を作る、うん、クリエイトなこと、うん、あとはいじられキャラ、はい、気づいたらいじられてる、嫌な時もあるけど、うん、点々点、気がついたらいじられてる、うん、得意なことなのかな、うん、それとも得意なことなのかな、ということです。特別、特別異質、異質なこと、異質みたいな得意なことなのかなということです。マスクマンね、マスクマンね、同じ、ハピワンでお世話になっている、
お友達メンヘラ友達ですけれども、そうそうそう、うん、そうなんですね、うん、いじられキャラ、いじられキャラっていうか、なんていうか、もういじられるのを得意、まあ得意としてるなら、はい、あの、いじってあげましょう、どんどんいじってあげていきましょう。じゃあ続いていっていいですか。はい、はい、どうぞ。はい、ラジオネーム、あゆまろさん、うん、はい、あゆまろさん、ありがとうございます。はじめまして、初めてメッセージします。今回のラジオテーマ、私の得意なこと苦手なことについて、うん、私の得意なことは歌うこととイントロ早押しクイズ（括弧笑い）。テレビでイントロ早押しクイズがやっているとついつい見ちゃいますが、はい、知ってる曲は大体全部当たっててすぐ分かります。おー、すごい。うん、いつか賞金付きのイントロ早押しクイズがあれば本気で参加してみたいです。笑い。苦手なことは、うん、人前での意見の発表。今の職場で、うん、毎日昼礼、まあ、中礼とか言うかな、があるのですが、うん、朝礼とかね、毎回自分の意見を述べるときに緊張するし、うん、何を話そうか自分の中で結構ハードルが高いです、はい、でも周りの人を見たり毎日やってて初めよりは慣れてきた感じがあるので、だんだん緊張しないでうまく話せるようになればいいなという希望を持ちながら毎日チャレンジしていますとのことです、うん、ありがとう、あゆまろさん、送ってくれて初めてメッセージ、うん、嬉しいね、ありがたいね、うんうん、で、苦手なことが人前で、苦手なことが人前での意見の発表、あ、これはもう、俺も苦手ですよ。めちゃくちゃ得意な人の方が少ないかもしれないしね、まあ、そうですね、比較的ね、やっぱり苦手な人が多いよね、多分ね、多いよね、緊張するしね、そう、緊張するんだよ、うん、本当夏みリアルタイムで緊張するんだよ、うん、こうやってラジオでね、おしゃべりもさせてもらってるけど、うん、まあ、あゆまるさんがね、うん、中礼を重ねていくうちにちょっとずつ慣れてきてる気がするみたいな感じだったけど、うん、だんだん緊張しないで、うん、なるなる、うまくなると思う、うまくなるかな、うん、なれるよ、すごく、うん、本当？だって少なくとも俺、ラジオ始まった当初に比べたら、うん、そこまで緊張はしなくなったもん。あ、それでもやっぱり緊張多少はするけどね、うん、それでもやっぱり良くはなった方だと思うよ、うんうん、慣れてくるでいいのかな。私も今日ちょっとね、うん、まあいろいろあって人前で発言をする機会があったのですが、そう、ね、シンポジウムの件でちょっと取材とかしてきたね。シンポジウムの件で取材と、うん、それと、まあ、県庁の記者クラブだっけ、記者会見みたいなのにちょっと参加させてもらったんですけど、うんうんうん、もう緊張するから出たくない。何に、シンポジウムに、違う、記者会見、あ、記者会見緊張するよ、意味わからんもん、カメラとか。まあね、緊張はするよね、うん、すごい緊張する、はい、じゃあ次、健太さん、はい、ありますか、ラジオネーム、はい、ピザ頬張る系男子より、はい、はい、夏美さん、健太さん、こんばんは。こんばんは、ありがとう。今回のトークテーマは、私の苦手なこと、得意なことということですが、うん、まず、ピザの苦手なこと、それは早起きです。はい。忘れもしません。小学校6年生の時のラジオ体操、うん、ピザは2回しか行けませんでした。バク。なかなかな猛者だと思いませんか、うんうんうん、小学6年生なりに自分の将来をしっかり危惧したことを覚えています、うん、苦笑危惧しちゃったんだ。次に得意なこと、うん、ピザはバンド活動を繰り広げる男子でもあるのですが、あー言ってたでもね、作曲が得意です。おうおう、ただ作曲を除いたら結構ないものだらけです、うん、ピザは時々思うんです、もしピザの用紙に花があって、うん、人並みにリズム感があって、うん、あと加えて歌唱力とか運とか巡り合わせがあれば、うん、プロになれていたんじゃないかと、うん、足りてないものが多すぎる。そういうセリフは1個かせめて2個足りてない人が言うことっていいんですよ、家庭の話なんですから。前向き。ちょっと真剣なこと言っちゃいますね、はい、足りないところやそれを工夫して補おうとすることは、うん、その人の魅力につながってると思います、うん、そして苦手なことや得意なことが違うことも人が寄り添って生きていくことを肯定しているんだとピザは思っています、うん、明日の朝も懲りずに奥さんに起こしてもらうつもりのピザ頬張る系男子でした、はい、とのことです。早起きが苦手、
そうそうそう、ラジオ体操2回小学生でそれって結構マジで猛者だと思う結構すごいね、うん、なんかと俺なんかラジオ体操、まあ確かに朝起きるの大変だったし、俺ももう小さいね、うん、ちっちゃい頃はどっちかというと親にね起こしてもらって行ってたんだけど、うんうん、やっぱ友達に会えるからさ、うんうん、ちょっと楽しんで行っちゃってたっていうところはあると思うんだけど、うん、あの皆勤賞になった、うん、あの最後にお菓子もらえるやつだよね。あ、お菓子、ラジオ体操って、いや地域にもしかしたらよるんじゃない。あ、地域によるのか。ラジオ体操のイメージはやっぱりなんか印鑑をしてもらえる、こういうカードにね、そう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 、なんかスタンプをしてもらってさ、なんか頑張ったなって自己満足じゃないけど、ラジオ体操行ってたな。でも、うん、あれでも最終的にさ、なんか夏休み明けに提出しなかった。え、誰に？先生に。え、全然 してない気がする。するの？あ、した記憶があるけどな、俺だけかな。え、健太さんだけ持ってってたら面白いよね。まさか学校なんで俺だけ自分の用意してから行かんといけん。あ、でピザさんが言うようになんか足りないところや、うん、それを工夫して補おうとすることはその人の魅力につながってると思います。うん、うん、いい ね、うん、その通りだと思うよ。でも、うん、うん、なんかそういう足りないところをね、なんとか埋めようと頑張ってる、うん、もがいてる人というか、うん、なんとか自分の足りないところをね、うん、補おうとしてる人ってすごく頑張ってる人はね、うん、そうね、魅力的だよね、うん、魅力的、うんうん、いいこと言うね、ピザさんね、うん、でそんなピザさんからリクエストが来ております。はい、はいはい、今日流す音楽ですね。はい、はい、いただいたリクエストはゆきさんのジョイ。お、はい、皆さんぜひ聴いてください。はい、はい、おぱふつつはい、夏美さんの苦手なところ、はい、得意なところは何でしょうか。はい、夏美さんの苦手なところは、うん、苦手なことか、まあ、苦手なことは、うん、まあ、計算することも苦手だし、そうね、数字弱いね、うん、け、けって言っちゃった、けって何得意なことは絵を描くこととか、うん、文章を書きたいという気持ちは得意です、うん、あ、意味がわかんない、はいはい、意味がわからんな意味が分かんなくなっちゃったけど、夜になってからちょっとおかしくなってるよ。違う違う、文章も書くのは得意だと自分では思ってるわけ。はい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 、好きだから、うん、好きだから、何、好きこそものが上手だよみたいな、もの、うん、の上手なれなそういうなんでそんなフレンドリーなフレンドリーななんか標語というかさ、格言があってたまるかそういうのもあってないないけどあって文章書くのは好きですね、うん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 、写真撮るのも好き、ね、はいはいはい、得意というか、うん、得意得意、写真上手だねって言われたことある本当、あのメンヘラ友達そうなの、うん、メンヘラ友達だからメンヘラに気使ってるだけじゃないの大丈夫下手なのかな、言えないよみたいな、分からんけど、うん、まあ、うん、上手だといいなまあね、得意なことがあるとね、やっぱりそれに集中してやってたりすると、うん、一人でね、ちょっと寂しい時も自分の得意なこと好きなことが集中してできればね、その瞬間だけでもね、うん、嫌なことだったり寂しい思いとか紛らわせることもできるしね、うん、まあそれがその落ち込み度合いが落ち込んでることが深すぎると、うん、それすら手につかなかったりもするんだけどね。まあね、するね、うんうん、手につかないこと多いな、うん、一人でいる時間寂しいしな、まあね、誰か遊んでくんねえかな、はい、友達誰か遊んでくれって言っとけ。健太さんの苦手なことと得意なことなんですか。俺はね、得意なことは、まあ、ずっと野球やってたから球技は全般的に得意よ、うん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 、玉転がしから、うん、お手玉から。なんで俺そんななんか運動会とかさ、なんか昔の人がやるようなやつ球技って言うから。球技はバスケットとか、とかね、バレーとか野球とかバレーね、野球よ、うんうんうん、その辺はもう全般的に得意、うんうん、苦手なのは何かな。勉強かな。勉強はもう苦手。え、勉強苦手なの、うん、そんなことなくない待って、
まあやりましょうね。ああ大丈夫、すいません。はい、お聞きいただいたのはゆいさんでジョイです。あ、ゆきさん、ゆきさんでジョイですね。はい、はい、この曲はですね、まあリクエスト、ピザさんからリクエストいただいた曲なんですけれども、うん、発売された年がですね、いいね、うん、今から、18年前、うん、2005年の1月2005年、18年前、18年も前なのこれ、うん、ゆきさんの9枚目のシングルですね。で、18年前っつったらちょうど俺たちが20歳の時。20歳の時、そうそう、20歳の時に発売された曲。あ、成人式、そうそう、成人、ね、あ、成人の皆さんおめでとうございますまあね、でもこれ流れるの1月30日だからだいぶ遅れてるけど、ね、ああまあいいや、おめでとうございます。はい、まあおめでとうございます。成人式の日、思い出なんかある？友達が走ってきて、うんうん、夏って走ってきて、そのまま浴衣地の生き物振り袖で転びました、うん、誰が？あの友達が。友達の思い出あ、なっちゃんは転ばなかったのね。私は転んでいません。転んだ友達がなんか印象にずっと残ってる。そうそう、残ってる怪我しなかった、その子。怪我してると思う。レンタルした着物振り袖だったのかな。怪我したと思う。なんかあの古傷がちょっと痛むみたいな話をしたことがあったよ、お前成人式で転んだ時の古傷が。そうそうそう、だって多分さ、それで手術してるもん。嘘でしょ。ほんと坂道だったの。いや、雨降ってた。雨降ってたんよ、確か。大変でしたね。はい、はい、ではあの楽曲のコーナーでした。はい、メンヘラジオエンディングです。エンディングです。はい、夜の収録に移動して一発目でしたが、うん、はい、どうですか、なんかスタジオの様子というか、なんか昼と変わりある？あのね、昼と変わりあるのはクーラーがついてないことだけなんですよ今日寒いっつってんのにクーラーつけようとするんですよ。そうそう、クーラーつけ、クーラーつけようって言ったらダメ、バカとか言ってねちょっとね聞いてるんだけど、なんか無言でクーラーのリモコンを遠くにやられたという気づいてただってだってクーラーのリモコンに、うん、なんていうの、フォーカスしてるからこっちは。いやいや、クーラーつけていいって言ってあの冬ですしね。だって暑くない？いや暑くねえよ。そうだって、私って飼ってるよ汗だね。うん、まあでも今日も夜ずいぶん寒いよ。そうね、風も吹いてるからさ、外は寒かったと思うんだよ。室内はあっちと、室内は暑いまあそうかな、ちょうどいいけどな、うん、俺冷え性だから窓開けるとかできないじゃん。まあね、収録中にいろんな音混ざっちゃうからね、うん、クーラーの音もだから本当はできるだけ流さない方がいいんだよ、うん、雑音になっちゃうから収録中は。うん、うん、きっとそう。まあ夏場はどうしようもないけどね、汗だらだらでやるのもちょっとあれだわとか思ったりねその時はなんか夏みだけなんか薄着してきてればいいんだ。そうそう、まあ今日も随分薄着だけどね。ほんと薄着、薄着、これ七分袖ですよ。うん、そうそうそう、それで外でやーって言いながら走ってきた不思議な子だよ。うん、ああ暑いな。いやいや、夜楽しいね、なんか。あ、ほんと夜楽しいね。ああ、よかったよかった。夜ってだけで多分楽しいんだよ。うん、まあ今後はね、まあ放送日の2週間前を基本的に、収録日、あ、うん、何を言ってんのかな、皆さんツイッターあ、今のはまあいいとして、うん、皆さんツイッターも見てください、いろいろ。あ、そうね、更新できるように頑張ります。そうね、夏美さんがね、うん、テレビとかに出た時とかもね、いろいろ、うん、告知とかもしてますし、うん、今後ね、2週間後には夏美さんが登壇するシンポジウムとかもありますんで、うん、もしよろしければ情報とかチェックしていただければ。あ、でもね、そうだよ、今週末だよじゃあ今週末ね、来週末だよ。来週末？
え、今日が月曜日でしょ、火水木金土日やで、そうだ、そうだね、今週だね、あのシンポジウムは、うん、でしかもね、うん、今話して思ったけどね、うん、放送日はもうシンポジウム終わってんだよ、もうとっくに終わってるんだよそうだそうだ、全然もう意味わかんない、あ、まあ、ずれが出ちゃうね、やっぱり ね、収録だと、ね、それはもうしょうがない、だから2月の放送日でおそらく、うん、シンポジウムのことを感想とか言ってるはずだから、うん、おそらく来週の放送は、夏美さんが登壇したシンポジウムの感想をちょっと感想をちょっと述べたいかもしれない、うんうん、頑張る頑張るって言っても終わってんだよな、もうなんか不思議、もしかしたらね、その時になんかシンポジウム見に行きたい人、感想をプリーズとかツイッターで送ってるかもしれない、うん、だからこれを聞いてる頃にはもうそれすら終わってんだって、もうそっかそっか、収録ってままならないね、どうするかね、ままならないね、はい、ひどいやひどいや、はい、では、今日の面白かった今週のメヘラジオはここいらでお開き、はい、今日も元気に病気中、中村夏美と中村健太でした、お薬飲んで寝ろ。パリン雑な押し方してましたね、本当だね、両手でやりなさいよ、両手で、じゃあまた来週、また来週、はい、ありがとうございました。